はい、おかえりなさい。おかえり。よくですね、割と霊感がこうよく働く人ね、霊感が強めで守護霊さんに非常に強く守られる人っていうのはですね、なぜかね、なぜか人生が波乱万丈になるって言うんです。どうです、身に覚えはないですか？私もね、こうよくこの話をしておりますけれども、身に覚えのある方もない方も、そんなの初めて聞いたよっていう方もね、ぜひ知っておいていただきたいんです。どうして普通の人みたいにいかないんだろう、ね、どうして私の身の回りにはこんな人が多いんだろう、ね、苦労させられるんだろうってね、例えばですよ、例えば親で苦労させられたっていう人もね、そういう方も中にはいるんです。親で苦労させられたっていうのはね、昔だったら、ね、そんなの言うのは親不孝だとかね、そういうふうになんとか一方的に言われちゃって、今でもね言われたり、自分でも親不孝かもしれないなんてね、自分が本当は被害者なのに、逆にねそういうふうに苦しむんだけれども、目に見えない魂の違いから来ているんだっていうふうに知ったら納得する、そういうこともあるわけです。例えばある人は親の方がね魂年齢が低かったりする、自分よりもね、親の方が経験不足だったりするんです。そうするとね、親の方が子供じみたことを言ったりしてとかね、そういう苦しい場面が人生で多々ある。これはね、親に限らず、パートナーがそうだったりするとね、夫婦関係、家族関係でね問題が起きたりする、近所のおかしな人とかもね、職場の人がね、職場の上司とかがそうだったりするっていうのも同じです。なぜか問題が起きる、普通の人みたいにいかない、身の回りにねこんな人が多い、苦労させられてしまう、最初に言ったね、守護霊さんに強く守られているっていうんだったらね、気がしますよね。逆だろうって、それね、波乱万丈どころか普通の人よりも人生がね順風満帆でいいはずだと思うけれどもね。でも守護霊さんに非常に強く守られている霊感の持ち主っていうのはね、特別なんだよね。はい、特別ね。ただ守護霊さんがついている人っていうのと霊感がある人には違いがあるんです。コメント欄とかを拝見しておりましても、かなりねこれ自覚していらっしゃる方もいますよね。メールでもね、ご自分の霊感、霊能者的な力をね書いてくださっている方もいらっしゃいます。はい、ありがとうございますね、いつも拝見しております。はい、それで今日はですね、目に見えない世界とこの世との狭間にいるね、そういう特別な人についての話です。守護霊さんに特別な形でね、特別な形で強く守られている人、なぜね、いろんなことが人と違った見え方がするのか、この世についてね、人とか世間とか、どうして人と違う見え方になってしまうのか、守護霊さんに非常に強く守られている霊感の持ち主、その特徴というものについて、
はい、今日はいくつかねお話をさせていただこうと思います。はい、ぜひ最後までお聞きください。はい、それでは始めます。宇宙で一番優しい神様に今日も感謝します。こんにちは、開運案内人池田芳香です。例えば霊感を持っている人の特徴、その一つにね、人混みが苦手っていうのがあります。まあ、人混みが好きな人はいないだろうって思うかもしれないですけれども、ね、人間っていうのはね、普通は人が集まるところを好むっていう習性がありまして、ね、大抵の人はね、人混みが好きなんです。だからああいうふうにね、人混みっていうものはできるんですが、それと同時にね、人混みっていうのは人の雑念ですとか、霊的なものも飛び交ってますからね。霊感が強い人っていうのはそこに反応して、ね、反応してしまって、ひどく疲れやすかったり、まあ、帰ってから、家に帰ってきてから異様な睡魔に襲われたりしてね、人混みというものに苦手意識ができるんです。するとね、人から誘われても、ね、人に誘われてもそういうところに行きにくかったりする。で、誘われないように気をつけたり、まあ、最初からね、避けたりするんですね。これはどういうことかというと、ね、その人は、他の人たちとは違う別の視点で、ね、別の見え方で、ただ目に見えているものとは違う別の世界を見ているというのにね、まあ、自分でもあんまりね、気づいてなかったりするんですね、これは。人は皆、同じものを見たら、あの人もこの人もね、A さんも B さんも C さんもね、そしてこの私も同じものを見ているんだと思いがちですけれどもね、思いがちですけれども、ひょっとしてもしかしたら自分だけは、自分っていうのはね、違うものを見てるんじゃないかっていうふうに思ったことってないですか？皆はああ言っているけれども、自分は違う風に見える。ね。何か隠しているものが見える。どこかね、確信にも似た、そういう感じがあって、多くの人が言っているのと同じように自分には見えない。ね。そういう風に思えない。まあ、こういうことが起きるのは、以前に、霊感カナリア体質というものについてね、お話をさせてもらいましたけれども、この霊感カナリア体質の人っていうのはですね、人より先んじていろんなことを感じ取ってしまって、ね、変化というものを敏感に感じ取ってしまって、ね、例えば人の心の変化とか、嘘をついているとかですね、それとか世の中の変化ね、その場所の良い気悪い気ね、悪いものを敏感に感じ取ってしまう、相手の心の奥の微妙な変化も感じ取ってしまう、そういうことがある。で、霊感っていうものはですね、本来自分に与えられたものではない、周りの人のためにね、その人に与えられたのだっていうね、そういう話を私はよくしておりますけれどもね、ですからその人はですね、
人の悩みの聞き役、ね、相談役になってしまうことが多いですし、ね、そこから長じて占いに、ね、例えば占いに興味を持つことになるなんてね、あるでしょ、うん、またある人はそういうふうにしてね、カウンセラーですとか、ね、プロの占い師さんになる。まあ例えばね、そういう専門の道でなくても福祉の介護士さんとかね、そういう道、自然とそちらの道に進んでおられる方っていうのは多いですよね、うん、いわばね、これはね、魂の聞き役って言いますか、こう人の魂の声に耳を傾けるね、相手の魂の声を聞くねえ、でしょ。霊感を持っておられる方っていうのはね、霊感が割と強めにお持ちの方っていうのはね、その持ち主っていうのはそういうふうに人との関係性が魂を通したものとなりやすいんです、うん、通り一遍のね、普通の人間関係ではなくてそういう関係になりやすいんで、まあね、これね、最初に言ったように人生が良くも悪くも波乱万丈になりやすい、うん、普通の人よりも魂のレベルの違いに自然に敏感だしね、感じやすいので、うん、数は少なくなるんだけれども、好きな人とかはね、そういうね、好きなものとかはね、とことん好き、ね、で嫌いなものについてはね、音も匂いも形もね、気配も苦手みたいなところにね、大きくね、触れやすいんです。ね、そういうふうになるんです、うん。で、そうでない人はね、多分自覚してね、そこら辺乗り越えてると思うんです。うん、違いますか？うん。ね、自分でね、乗り越えてらっしゃる方もね、いると思います。はい。まあ、話を戻してね、守護霊さんに非常に強く守られている霊感の持ち主。ね。特徴をね、まあ、いくつか挙げてきましたけれども、霊感あるタイプの人っていうのは、ただ守護霊さんに守られているだけの人っていうのとは、かなり違うんだよね、うん。普通じゃないところが多々ある。うん、まあ、なぜかって言いますと、普通の人生では、まあ、さっき言った魂の聞き役にはなれないんだ、うん、人の魂の声に耳を傾けたりですとかね、うん、相手の魂の声を聞くっていうのはその人の人生に重み深みというものがないとできない、うん、いやこれね、今いいように言ったけれども、うん、その人の人生の深み、ね、重み深みっていうのは言い換えるとですよ、その人の人生の苦労のことだからね、うん、苦労してきたことだからね、本当に、うん、まあ、人類っていうのはね、進化してきたわけですけれども、大体ね、その進化っていうのは脳というもので語られることが多いんですけれども、一方では、ね、その一方では次元の違う高い霊的な進化っていうものがあるわけです、ね、その高い霊的な進化っていうのを今話してきたような霊感あるタイプの方、ね、霊感あるタイプの人、その持ち主っていうのは担っているんですね、背負っているとも言う、ね、ある意味責任があるわけです。霊的な責任がね、これってね、ね、このことって守護霊さんとある意味ね、同じなんです。守護霊さんの役目と同じ役目をある意味でその人は担っている、ね、その人は持っている、あなたは持っている、ね、あなたは持っているのかもしれないんです。これです。今日の本題の答えです、ね、守護霊っていうのは
高い霊格を持った神霊なんです。この高い霊格っていうものが重要で、ね。その人はね、生きている時も高い霊格を持つような人生を送ることになる。それが人生をね、波乱と感じることの正体なんです。それはね、マイナスじゃない。じゃあプラスかっていうとそうではなく、この世のプラスもマイナスも超えたもっと高いレベルの、高い次元の魂というものについての話。ね。だから、ね。ですから、私はよく、あなたは自分でも気づかないうちに周りの人を助けているんだよってね、救ってるんだよっていうふうに言うんです。ね。目を見開いて、目を輝かせて、背筋をシャンと伸ばして、誇りを持って生きてください。あなたが放つ、その素敵な光はちゃんとね、見える人には見えるんです。ね、私には見えるんです。大丈夫。大丈夫です。はい、今日もね、最後までお聞きくださってありがとうございます。今日のお話もね、いただきましたメールやご質問に答える形でさせていただいてるんですけれども、まだね、答えきれていないので、はい、頑張ってね、これからもお答えさせていただきますので、ね、これからもこういう話が知りたいとかね、もしありましたらお寄せください。はい。お誕生日の皆さん、おめでとうございます。ね、お誕生日おめでとうございます。はい、それでは、いつものように、皆さんの願いが叶いますようにと願っていただいて、もしよろしかったらね、コメント欄の方にも書いていただきまして、あなたのその優れたお力で皆さんの願いも叶いますように、あなたのお力で後押しをしてあげてください。皆さんにとってベストの願いが叶いますように、あなたにとって最高の素敵な願い、ベストの願いが叶いますように。大丈夫。見えない力が守ってくれます。大丈夫。大丈夫です。それでは次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。開運案内人、池田芳香でした。